大同向ビールに代表される北朝鮮のビールをテーマにした旅行商品が発売され、注目を浴びている。北朝鮮を専門とする旅行会社、高麗ツアーズは29日、自社ホームページを通してくる5月末から6月初めまでの日程で、北朝鮮ビールツアープログラムを発売すると発表した。この旅行商品は、 平壌を中心とした北朝鮮のビール工場を回る日程で組まれている。一人当たり1249ユーロで5泊6日の日程。観光客らは平壌と平常に位置するビール工場3箇所を訪問する。